海はきれいな水晶のように青く美しく澄んでいました。名も知れない水草や海の花が水の光に青白い影を落として揺れていました。こうした海の底のそのまた一番深いところに人魚のお城が建っていました。お城には6人の美しいお姫様がおばあ様と毎日楽しく暮らしておりました。ねえおばあ様、海の上にはどんな世界があるのですか？海の向こうには陸といって人間の住む国があるそうですね。ああ、私一度でいいから海の上に浮かび上がって人間の世界を見たいわ。お前たちが15になったら許してあげましょう。そうしたら海辺の岩に座って人間の住む町を眺めることができますよ。幾年か経ちました。お姉さまたちは15になると次々に海の上に浮かんで行きました。末のお姫さまはお姉さまたちの話す静かな海辺の砂浜のこと、何百という明かりが星のように輝いている海沿いの町のこと、お城や農家や緑の森の話などに胸を躍らせていました。やがて末のお姫さまもとうとう15になりました。おばあさまは桃色真珠の冠を末の姫の頭に乗せ、高い身分を表す8つの大きな花器を姫の尻尾にしっかりと挟ませました。姫は海の泡のように軽々と水の上に登って行きました。海の上は夕暮れでした。バラ色の空には宵の明星が美しい光を投げ、すがすがしい風が波の上を渡っていきました。姫は波間を漂いながら美しい声で歌いました。波の向こうに3本マストの大きな船が浮かんでいるのが見えました。夕闇が濃くなると船の上の色とりどりの提灯に明かりが灯り、やがて楽しそうな音楽が聞こえてきました。なんてにぎやかなんでしょう。船の上には着飾った人たちがあんなに大勢。真ん中のテーブルにいらっしゃるのはきっと王子様だわ。長い栗色の髪、背がすらりと高くて瞳のきれいな方。みんなと握手をしてニコニコと笑っていらっしゃる。わかったわ。今日は王子様のお誕生日なのね。それで船の上ではみんなでお祝いをしているんだわ。花火が空高く打ち上げられ、長い光の尾を引いて消えました。夜はいつの間にか更けていきましたけれども、人魚のお姫様はいつまでも船の上の美しい王子様から目を離すことができませんでした。そしてその晩遅く、月が黒い雲に隠されたと思う間もなく、恐ろしい嵐がやってきました。魔物の白い牙のような波が海の上を荒れ狂い、船はまるで木の葉のようにどこまでもどこまでも押し流されていきました。二つに割れて深い海に沈んでしまいました。人魚のお姫様は気を失った王子を抱えると陸地に向かって泳いで行きました。やがて
青々とした山に囲まれた海辺にたどり着いた姫は、王子を白い砂の上にそっと横たえたのでした。嵐は過ぎて、明け方のほのかな光が水の上を照らし始めました。姫や、どうかしたの？お前はこの頃考え事ばかりしておいでのようだけど、気にかかることがあるなら何でも私に話すのですよ。それじゃおばあさま、教えて。人間は私たち人魚のようにいつまでも死なずにいられるものなんですか？何のお前、人間の命というものは私たち人魚よりずっとずっと短いのだよ。まあ、その代わり人間にはいつまでも死なない魂というものがあって、体が死んだ後も魂だけは天国といって、あのキラキラ光るお星様のところへ登っていくのです。死なない魂、人魚はその死なない魂というものは持つことができないのでしょうか？私たち人魚は300年の命が終わると水の上に浮かぶ泡になって、いつかは消えてしまうのです。命が終わると水の泡になって消えねばならない。お姫様は自分たち人魚の儚い身の上を悲しく寂しく思いました。死んでから天国というところに行けるのなら、たった一日でもいいから人間になってみたい。そのためには何百年という人魚の命を今すぐに捨てても惜しくはないと考えたのでした。そうだ、海の魔女のところへ行ってみよう。人間になるための何かいい知恵を貸してくれるかもしれない。海の魔女の家は恐ろしい大渦巻きの向こう側でした。船が沈んで死んだ人間の骨でできた家、そこに魔女は海蛇やウツボを家来にして住んでいるのでした。人魚姫の話を聞いて、魔女はゾッとするような声で笑いました。わがままなお姫様がとんだ望みを持ったものだ。しかしお前がその美しい声を私にくれるなら、お前を人間の姿にしてあげてもいい。私の声を？私は二度と歌うことができなくなるんですか？嫌ならおよし。声と引き換えに人間の姿になったら、お前が命を助けたあの大好きな王子様にだって会えるじゃないか。え？さあ、どうするね？はい。人魚のお姫様は魔女に美しい声をやり、その代わりに人間の姿になれる薬をもらいました。そして月の光が明るく海を照らしている夜明け、人魚のお姫様は海辺の砂浜で魔女の薬を飲みました。体中が燃え上がるような痛みに姫は気を失って倒れてしまいました。どのくらい時間が経ったのでしょう。やがて気がついたお姫様は、目の前にあの美しい王子様が立っていらっしゃるのにびっくりしました。王子様は優しく姫の手を取るとお城に連れて帰りました。人間の姿になった人魚のお姫様は、その日から王子様のお城で暮らすようになりました。お城の人たちはこの美しい口のきけない姫をかわいそうに思って、いろいろ親切にしてくれました。月日は夢のように流れていきました。ある時、
王子様は姫にこんな話をしました。姫、私は君を見ているとなんだか君が命の恩人のような気がしてくるんだ。嵐の朝、船が沈んで海岸に打ち上げられている私を一人の娘さんが見つけて助けてくれたのだよ。もしもう一度その娘さんに会うことができたら、私は心からお礼を言いたい。その娘さんをお嫁にしてもいいと思っている。だが不思議だな、君はその娘さんに生き写しのような気がするんだ。王子様は私が命を助けて差し上げたことをご存じないのだわ。人魚姫は悲しく思いました。口が聞けたら。でも姫は王子様の近くで暮らすだけで幸福なのです。それも長くは続きませんでした。王子様は隣の国のお姫様をお嫁に迎えることになったのです。かわいい姫、君は口が聞けなくてもきっと私の結婚を喜んでいることだろう。私も君を本当の妹のように思っている。私の妃になる人が来てからもいつまでもこの城で一緒に暮らそう。王子様は人魚姫を一緒の船に乗せて隣の国に向かって旅立ちました。月の明るい夜、人々が寝静まってから人魚姫はただ一人船端に座って物思いに沈んでおりました。その時、青い月の影が砕ける波間から大勢の人魚たちが浮かび上がってきました。それは懐かしいおばあさまと6人のお姉さまたちだったのです。私のかわいい人魚姫、私たちはお前を迎えに来ました。王子様が他のお姫様をお嫁に迎えるとお前は水の泡になって消えてしまうのですよ。私たちは髪の毛を海の魔女にやってお前を助ける方法を教わってきました。さあこのナイフを取り、お日様が昇らないうちにお前はこのナイフで王子の胸を刺すのです。王子の血がお前の足にかかった時、お前は元の人魚の姿に戻ることができるのです。さあ夜の明けないうちに早く。姫はナイフを手に王子の寝床の前に立ちました。安らかな王子の寝顔を眺めて、姫の美しい目からは真珠のような涙がハラハラとこぼれ落ちました。私にはできない、このお優しい王子様を殺すなんてとても私にはできないわ。おばあ様、お姉様、ごめんなさい。さようなら、私は水の泡になって消えていきます。王子様、さようなら、いつまでもお元気でね。船から身を踊らせて海の中へ飛び込んだ人魚姫は自分の体が溶けて泡になっていくのが分かりました。やがて東の海から美しい日が昇って、そのバラ色の光の中を人魚姫の魂は静かに静かに天国に昇っていきました。